はい、こ、hey, えっ、ー、とまあもうあのー、ねご存知なところのお話ですけどアップルがね、あのー、もう待ちに待っていたというか <laughs> 待っていた方結構多かったんじゃないかなと思いますけどまあその引き延ばし引き延ばしで結局開発中止になったというのがこうエアパワーですよ。 個人的にもあこれ断念しちゃうんだっていうちょっと驚きなところでありましたねあのもうなんだろうな3月の終わりとか4月の上旬にでも製品が発表ちゃんとね正式にこう販売されるんじゃないかぐらいのことを何か言われてたと思うんですけど。 エアパワー開発中止とというところです、ね、あのー、3つぐらい乗っけてる iPhone と AppleWatch と AirPods を乗っけて同時にこう充電されてるような様子が、えー、画像になってるのをね、まあ、結構目にしたとは思うんですけどまあどこにこのパッドがあってどこにこう置いても、えー、充電されますよっていうようなものが売りのえー まあ、無,線無線充電パッドみたいな、ね、ものですよね。まあその複数台です。えー、そうね複数台を同時に充電するっていうのは別に珍しくはないんですけどまあどこに置いてもかつその3台。 あの置いいてもみたいなところは、まあそうですね、2台置いても大丈夫みたいなのは他でもあると思うんですけどっていうところでしたよねまあただ出たとしてもバカ高い、えー、充電パッドになったところではあるので、まあ、それを買うかっていうと俺自身は絶対買わないですけどまあそのエアパワーを待ってた アップルファンは多かっただろうしそれを目的にそれもあるからこそ、えー、エアポッツですねあの無線充電にも対応している方を購入わざわざね2万数千円叩いて買ったっていう人もいたんじゃないかなっていう風うには思います結果的にはもうサードパーティー製の、えー、ものを使って無線充電をやることになると いうところですねそうね iPhone と AppleWatch 持っててさらに AirPods も無線でみたいなやっぱ人はね少なからずいたと思いますよ特にこの日本では結構な数いたんじゃないですかねで将来的にはこれがもう一つの一つのこの皿の上でもうポンって置くだけで充電されるんじゃみたいなところをねえー、理想として うん、あのすごいこう便利というか煩わしさがなくなるなっていうところをこう思ってた人もいると思うんですけど開発中止とというところですねまああのアップル自体がその理由を、えー、説明してないのでここら辺はもう想像になってしまいますけどまあ巷で言われてるのは、えー、そうですね電磁波。 電磁波が原因じゃないいかっててううふうに言われてますよねそのアップルが出しているその特許の、まあ、資料によるとそのエアパワー自体に、えーとね、コイルがね16個かな16個並んでるんです。5 6 5っていう感じで並んでるんですけどその大量に配置されたコイルによって。 まあもうえー、ちょっとこう電磁波のまあ電磁波が強くなりすぎてしまうと、えー、その周りにある電子機器に、えー、悪影響を及ぼす危険性にまで到達してしまう。 でそ,してそれが、えー、まあ各その何て言うんですかね製品をこういろんなところこう通すわけじゃないですかその規制がかかっていてその基準に満たしてるかどうかっていうのをまあ検査通すわけですよね。でそれでやっとえ製品として販売してもいいですよっていうふうになるんですけどそれをまあ通過できるレベルまで。 まあ結果的には抑え込むことができなかった、うん、多分そこまで抑え込んでしまうとどうしてもコイルの数を減らさなきゃいけないとかいやそうするとどこに置いても充電できるっていう風に触れ込んでたものができなくなってしまう、うん、そんなところで結果的にその技術的な、えー、まあ理由、まあ、これアップルのねそのハードウェアの開発担当のなんかお偉いさんがね言ってましたけど。 そのアップルの、えー、目指す基準を、えー、まあ満たすことができなかったというところでしょうね。うん、っていうふうに言われてますその電磁波が原因なんじゃないかとそれが原因でそのアップル基準を満たせなかったうん。なんでこう16個コイルを置くことにしちゃったのかっていうふうにあの個人的には疑問なんですけどね。その 俺も持ってますけど、昔の、えー、充電器があるんですよ。パナソニックが出てる充電器で。あ、ちょっと持ってきます。こういうね、ものがあるんですよ。これはあの旧式のものなんですけど、えっ、ー、とー、こいつはどこに置いても、分かった。今、音聞こえました見えるよね。ちょっと輪っかが。見えるよね。 どこに置いても要は中でコイルが動いてどこに置いても充電できますよっていうものなんですよ。こういう形式のものでも良かったんじゃないかなっていうふうには思うんですけどななぜかアップルさんは16個 <laughs> 16個のコイルを配置するというねあの力技というかねものになったわけです。 えっとこれは今1個ですけどなんかパナソニックのやつで多分2台同時でどこに置いてもっていうとこまではあったと思います,すそうしかもこれすんごい昔うんすんごい昔です出てたのがなこれをなんかパナソニック が特許取ってるのかわかんないですけど、こういうような方式でももしかしたら良かったんじゃないかなっていう風に思いますよね。ちょっと大きくなっちゃいますけどね。ちょっと大きくなりますけど、うん？そういうようなことまあ、3つ。3部屋3部屋あって、そのゾーンだったらどこに置いてもどういう置き方をしてもね。こう。そのなんか動き回るものができていれば。 3部屋じゃなくていいな。こういう形でいいな。うん。こう、こういうふうにさ、3本のレールの上に、それぞれコイルが1個ずつあって、それだったら、この長細いとこに、どこにどういうふうに置いても、いけるっちゃいけるんじゃないかな。まあ、まあ、わかんないけど、ちょっと構造上今、ジャストアイデアなんでわかんないですけど、うん。 なななんんかかもっっとといいいやり方があったんじゃないかなと思いますね昔のものなんでこれだけちょっと厚さがあるしこんだけねちょっとあのコイルじゃない部分がここの下部分はねこんだけ3センチぐらいあったりしますけどもうちょっとねあの技術的にも今は進歩してるでしょうから。 やろうううととと思思えばできたんじゃなないいいかなというふうにまます、まあちょっとねその中のコイルが移動する今の、ね、音とかそういう問題はあるかもしれないし、うん、ありますけど、うん、なかなか、うん、なぜコイルを16個も並べるっていう,こう力技に出てしまったのかっていうのが、まあ、いかにもちょっとこう海外海外っていうかあの、ね、アメリカの方が考えそうなことだなっていうふうに正直ちょっと思ったりはしましたよ。うん ちょっともうちょっとねスマートなその構造というかそういうものができたんじゃないかなっていうふうにはあの特許シートをね見てて思いましたけどねうんまあなかなかちょっと残念なねものでありますねあのー、これもねそのエアパワー自体もさっきも言った通り別に新しい技術を用いてるものではないじゃないですかねまあ2台まで充電するものは過去にもあったしどこにでもね どここに置いいいてもも充電できるみたなううのまあそういうようなその歌い文句っていうのはそんなに別に新しいものではないにしてもまあやっぱりそのアップルが出すってなるとあんだけ盛り上がって期待も受けてたとは思うんですけどまあ残念ながらねこうずっと伸ばしに伸ばしてたわけじゃないですか。ねこの日このこれぐらいで発売しますよと言ってたのも,もう伸ばしに伸ばしてた結果でのやっぱもうやめますみたいなやつなんで。 なかなか落胆してる人もね多いんじゃないかなっていうふうに思いますねあ,久しあと久しぶりかなっていうふうに思いますけどねこういう発表しといて結局出さないっていうのはうんなんか久しぶりな感じはしますねなかなかうんそれ,それもあってのなんか残念感が強まっているところもあるとは思いますけどうん <laughs> まあ俺はね別に、まあ、で出ても買おうとは思ってなかったですからアップルウォッチは持ってないし AirPods も持ってないし iPhone、まあ、は持ってますけどで、まあ、今見せてるのはこ,うこれもそうだし、まあ他にもあの無線充電のやつでサードパーティーのものでね良さそうなものっていうのはいっぱいあってそれをもう使ってますから。 まあ不自由してないんでねいいかなっていうふうに思いますけどまあでもそれでもうーんまあこの無線充電っていうものをアップルが iPhone にも導入して、まあ、その前から AppleWatch にも入っていてでついに、ね、そのイヤホンにも投入してきてみたいなこの流れとしてはねアップルとしては良かったと思いますけど。 そこまでは良かったなというふうに思ってますただちょっと懸念点としてはこの結果的に純正の無線充電器みたいなのが出ないわけじゃないですかだから結局サードパーティー製のもので充電をしていくということになるわけですけどそれをやった結果なんか不具合が起きてのところかどういうことになるのかなと アップル的には MFI 認証してないその充電器でやったからやろっていうふうなことにされてしまうのかっていうとこですね。とはいえさそのユーザー的にはさ「いやいやいや無線充電できる」っていうふうに言ってたものを出しときながら「無線充電器をお前らが出さないからサードパーティーを使うしかないんだろ」うみたいな感じになったりもまあ中にはねそういうようなことを言う人もいそうですけど。 そこら辺がねちょっとどうなるのかなっていうふうには思いましたけどね。うん、まあまあまあ、あのー、技術的にはね、あのー、いろいろ進歩していくでしょうから今回はとりあえず開発断念ですよ。ね。こう置いて充電するっていうものはね現状その充電するその機構というかそういうこう仕組みとしてはさその 光で充電するとかさその無線でじゅもっとその KDDI とかが筆頭にさ 5m とか離れてても充電できるようなものとかっていうのをいろいろ研究してたりするじゃないですかそういうところのね新しいところでのまたその再挑戦みたいなの可能性としては残ってるわけですから言ったらねその ギャラクシーとかがやってるような他のデバイスをこのスマートフォンで充電できますみたいなやつを、えー、MacBook でやっちゃうみたいなことも起きるかもしれない今はもうあのちょっと、ね、ネタとして言ってますけどあんま本気としてはもう言って,言ってないですけど MacBook に iPhone を重ねたら iPhone が充電されるみたいな <laughs> いやねえか <laughs> そんなこともねまあ、あ,りあ,りあり得るの,その、MacBook、とか imac の近くに置いておくと、そこからこう無線でこう給電されるみたいな。重ねなくても、その近くに置いとくだけで充電されるます、あ。将来的にはそういうこともね。可能性としてあるわけですから。まあ、あのもうちょっとこの充電ということに関してはい。あのもっとこう。いちいちこうプチュッと繋げるって言うところ以外のね。充電方法できっちりと充電器まで。 えー、そのしっかりとそのアップルの方でサポートしてね、えー、もらえるようなものにこう全体としてなってくるといいなっていうふうに思います。はい、えー。ちょっとね、ネタとしては弱いお話になりましたけども、うん、なんか笑いも入れてちょっとふざけた感じもちょっとなりつつ <laughs> なりましたけどね、えー、こんな感じですよ。ということで、また見てな。バイバイ。